緑風さん、選挙の票を解析された方が、立憲の票はほとんど増えていないとおっしゃっていましたよ。立憲は実質票は伸びてはいないそうです。そう。立憲の比例票は全然伸びてません。小選挙区で自民党がポシャった分、立憲が伸びて、で、立憲が勝ったように見えてるんですけども、実際は票は伸びてないですね。だから、立憲は次の選挙相当厳しいと思います。いや、すごい、今すごい舞い上がってると思いますし、野田さんもいけいけっていう感じになってると思いますけども、もう立憲は僕は自民党と同じように消滅過程に入ってるんじゃないかなと思いますので、もう、でも、海兵館も間違ってるし、経済政策めちゃくちゃなんで、もう自民党と一緒に潰れてっていいんじゃないですかね、あそこは。レディオスさん質問。消費減税は立憲が反対してくる可能性はかなり高いと考えます。安藤先生はいかがお考えですか？いや、僕もそうなんですよ。立憲がいるから消費税減税できないんですよ。はっきり言って。立憲民主党がいるから消費税減税できないんですよ。これ立憲民主党が消費税減税賛成だったら消費税減税実現できてますからね、この国会で。だからね、そういう意味で、立憲の代表がバリバリ緊縮派で財務省に洗脳されている人、野田さんという人が代表だっていうのは、本当に日本国民にとっては不幸です。ここで消費税減税で野党がまとまってしまえば、景気良くなっちゃうんで、自民党はもう立つせなくなりますよ。自民党を潰したいって野田代表は言ってるらしいから、自民党を潰すんだったら手っ取り早いのはまともな経済政策をやっちゃうことですよ。で、それの一番簡単なのが消費税廃止ですよ。ガソリン税も廃止ですよ。それから社会保険料負担を激減させる。4分の1円まで激減させる。これなんてすぐできますからね。それやれば、もう一気に自民党を壊滅させられますよ。誰かこれを、野田さんに伝えてあげてください。自民党潰したいんでしょ？インドを足したいんでしょ？だったらもう消費税廃止しかないですよ。ほんまに。